さあ、えー、それじゃあですね、方言ニュース行ってみましょうか。えー、今日の担当はウ地和夫さんです。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、お願いします。はい、はい、最後数行。どうがん中、おはちみせみ。さて、長屋人形の八日。旧暦うちなんくゆめ、十二月しわしの二十三日にあたとびん。いういう旧暦フィーヌイきらくなっちゃびたにゃあちゃや。 日のかんがなしめがてんにぬいる日、一人のカラタガフウ、ぬちがふをカたタケンコウニガタルウおわんォウワントチュロウの日でありますな。ヤイビしがしちいなデ春ッシュ春のシにヤイビタシガ、ハネピインフルエンザンの、ヌりやビが ABCD、ヘトイビクと,ーと用心しみそう、ヨジンシミソリ、 東西中央竜旗新報の記事の中からうちなありくれのニュースうちてさびら中央のニュースや4月から少人数学級を導入時のニュースやびビゆでなびら県教育庁は小学校6年生で35人学級を来年度やんやんの2018年度から はじみんでのことに、えー、ちわみやびたん導入する方針を固めました小中学校の一学級の児童生徒定数をーシートの家事人数40人未満にする小人数学級の一環で、えー、40人まで、えー、40人までいかん40人に未単小人数学級の TGIB 氏が小学校 6年生へ対象を拡大されると小学校6年生まで売りが始まいね県内のうちのあの公立小学校では全学年で全学年1年から1人から6年生までの学年無るが少人数学級が導入されることになり少人数学級となって県内のうちのあの 公立小学校で、えー、一斉に導入される方針です。受験にもるる仕掛け県教育庁は少人数学級の小学校6年生への導入で小学校6年生に、うん、始めることによって50学級が増え50学級が必要と見込んでおり、えー 50学級が多くないんでの靴ソさに教員50人の増員を見込んでます。新進50人多くないんちにちょいビンそのためをのために県議会2月定例会に、えー、2月定例会員系教員増員を盛り込んだ新進の人数の人数の多く住んの条例改定案を じゃもやって、えー、提出する方針で教育長や少人数学級の導入で少人数学級にすることによって学習規律の徹底と、うん、便調する場所のスタッフを決まりとか,、えー、りとかきめ細やかな指導を図っていきたい。シーートのチャーが分かれるよ えー、くめえきてこまさる鳴らし方うしいかたんけししみていちゃびんとしています歓迎総理委県教育長では2002年からきめ細やかな指導を目的に、えー、くめえきて鳴らすることを見当てに少人数学級を運営することししみとい少人数学級の導入を進めており県内のうちなの,の各公立小中学校では 学校で今年度までに小学校1年と2年で30人学級小学校345年それに売りに中学校1年で35人学級が導入されましたはじまいびたん小学校5年での35人学級は今年度から今年から始まったおびん始まっています。あんやいびさや が小中学校の土地へ1学級を55人学級やいびいていくと愉快ねえわらんちゃのいきらくなとえびさあやさい、まあ、お国の発展はなしンチン昔からえらっといびんどうや中や4月から少人数学級を導入んにのニュース打ちてサビタンとんせまた来週ゆしりやびらにへいでびろ はい、えー、どうもありがとうございました。今日の担当は上地和夫さんでした。